ックスクワットをやってみたいと思います。まずはですね、ハックスクワットを行うときはまず足の位置が、重要です。足をですね、腰の幅ぐらいに、開いてステップの上に置くのが、標準です。そしてですね、つま先の向きですね、つま先をまっすぐに、向ければ、足全体に、刺激が伝わります。そして例えば、つま先をですね、少しこう内側に、向けるようにすれば、刺激がですね、足の、外側の方に行きます。つま先の向きを内側に向けたり外側に向けることによって、内側では、外側に刺激が、移り、外側に向ければ、内側の方に、刺激が、うまく伝わります。あとはですね、背中のパッドに、もちろん背中をつけるんですけれども、しっかりとパッドに背中がつくように、気をつけて、そして、実際にトレーニングをするときはこのようにしゃがんできますが、膝をですね、つま先よりも、外に出るように、することがないように、気をつけてください。下にしゃがんだときにですね、少しポーズを作り、そして上に上が、戻るときは、足をですね、全部こう膝を伸ばしてしまうのではなくて、少し膝が、全部伸びきる手前で止めて、そしてしっかりとですね、足の筋肉と、そして、お尻の筋肉をですね、収縮させるように、それを意識して、エクササイズを行います。それではですね、ハックスクワットマシンを移って、実際に、やってみたいと思います。それでは行きましょう。